スペインアイベックスは、タマヒズメモクウシカヤギ族に分類される。グーテー類。英名は、イベリアンアイベックス、スパニッシュアイベックス、スパニッシュワイルドゴート、イベリアンワイルドゴートなど。スペイン。アンドラ、フランスでは絶滅、ポルトガルに再導入。体長オス130から140センチメートル。体高オス68から80センチメートル。メス65から70センチメートル。 体重オス65から80キログラム、メス35から45キログラム。アゴヒゲは少なくとも冬毛では長く、縮れずにまっすぐに伸びる。オスは額やアゴヒゲ、頸部背面の縦髪、獅子の外面は黒い。メスや幼獣は獅子全部が黒みを帯びる。角は、基部から髪型へ伸び、外側後方へ向かい、先端が急に細くなり、髪型へ向かう。 スペインアイベックスは4つのア種シュに分類され、うち2ア種シュはまだ、イベリア半島で見られるが、ニア種シュはすでに絶滅した。1892年には、ポルトガルアイベックスが絶滅し、2000年には、ピレネアイベックスが絶滅したのである。2003年には獣医師のフェルナンデスアリアスが、ピレネアイベックスの復活に挑戦し、2003年7月には DNA を用いたクローンが作成された。 このクローンは肺の物理的欠陥により誕生から数分後に死亡した。以下の分類、分布、形態は今泉に従う。スペインアイベックスはヨーロッパ南西端のイベリア半島に分布し、もともとは4つの亜種で構成されていた。しかし1892年にはポルトガルアイベックスが絶滅し、2000年にはピレネアイベックスが絶滅したため、 今日でも見られるのは二つの亜種のみである。ウエスタンスパニッシュアイベックスとサウススターン、スパニッシュアイベックスは、スペイン大陸部で見ることができたが、今日では国境を越えて、ポルトガルの大西洋沿岸部に住み着いている。グレドス産地のウエスタンスパニッシュアイベックスの、子供スペインアイベックスの個体数は、過去数世紀において著しく減少した。 ポルトガル北部のペネダジュレス国立公園やスペイン北西部のガリシア地方にはポルトガルアイベックスが生息していたが1892年にはこの地域からポルトガルアイベックスが絶滅した19世紀中頃までにはピレネアイベックスの生息範囲も大きく狭まっていたが2000年1月にはオルデサイモンテペルディード国立公園で最後のメスの生態が死んだことで ピレネアイベックスも絶滅した。人間の人工過剰、動物疾患、家畜や他の夕日詰め類との争いの可能性、観光や狩猟など、人間生活から受ける悪影響など、スペインアイベックスの将来的な保全にはいくつもの脅威が存在する。近年、スペイン南部の個体は海鮮などの病気の流行に見舞われている。感染した個体にとって、この病気は、 致命的となる可能性があり、オスメスに不均等に影響することで、個体の生殖活動が制限される。1990年代以降は、生息数が増加傾向にある。アッシュポルトガルアイベックスは19世紀末に、元アッシュは2000年に、死骸の発見例を最後に絶滅したと考えられている。ありがとうございます。